韓国国防省は、昨日、北朝鮮が数ヶ月前から軍事境界線近くで進めている地雷設置の作業を捉えた画像を公開しました。猛暑や梅雨の中でも作業は続けられ、数万戸が設置されたとみられるということです。地雷の中には木の葉のような形のものもあり、梅雨の大雨によって河川を通じて 韓国側に流れ着く恐れもあるとして注意が呼びかけられています。